飲み歩きします。天馬です。せーの、乾杯。たまらんやん。行こうと思ってたらブラジャーでやる。え、ブラジャー頼んでみたら。いや、だから何か分かれへんから、どうしよう。ほんまやな。そうやから、こんなんが一番何千なんやけど、まずは飲んでみてくださいって。じゃあ、2杯目です。もうビールは飲みまして、これがブラジャーでーす。ザクロやよ。え、これザクロ。え、ザクロって聞かんかった。うん、聞いた。え、これザクロって言った。もう一回行くのは勇気いる。どうしよう。どっちがザクロや。これザクロって言った。覚えた。じゃあ一回飲んでみて。一回飲んでみて。これ、こっち。ザクロの味。ザクロの味わかるかな。違う気がする。匂って、ザクロ違うって。あー、ザクロじゃない、そっちや。ザクロそっちやな。こっちやろ。あ、こっちや。よかったな。よかったな、ザクロでよ。いやー、こっちがブラジャーでした。私たちはですね、小学校のミニバスケットで友達になって、そこからずっと仲いいんですけど、まあ、こうやってちょくちょく飲みに行くわけなんですけど、なんか喋ってる内容がほぼほんまに何言ってるか分からへんじゃないけど、めっちゃしょうもない話ばっかしして、いつも爆笑してますね。なんか知らんけど。あ、杉花粉のアレルギーがひどくてさ、この間、1ヶ月に1回熱出るんですよ。それとは関係なくに、鼻詰まるから、耳鼻科行ってよ。そうやろ、そうやろ。だ、持病やと思うねんけどな。歌に支障をきたすからさ。綺麗。緑やぎ好きやからさ。はい、では、トマトチューハイにしました。3杯目でーす。ちょっと記録に残しときまーす。トマト。飲んだことある？罰ゲームで。嫌いな。いや、嫌いじゃないけど、生のトマトは好きやけど、トマトだけでもなんちゃらとか食べへん。ノーマルかじりはできる。パンはいけるか。信用できない。一回だけや。一回だけ。一回だけ。舐めるだけ。できもいい。いや、匂いかさ。罰ゲームらしいです。トマトジュースとかも全部罰ゲームやな。わかんねえな。トマト嫌いやな。お前も好きやな。トマト好きやな。あー、やばい。こんなふうに何で飲ませたよ。こういうとこ直すってよく言われる。無理やり飲ませる罰ゲーム。今日は雨やからさ、ヒーローしてるから。ヒーローしてる。はい、あと1個あげるわ。いつも上から。あと1個あげるわ。自分の判断食べるとね。な、じゃあこれ飲んだら2軒目行きます。テーマの商店街乗ってこ。ここは服屋さんやで。下着屋さんや。あれ、ちょっと一回こっちまで出てみて。ほら見て、ほらパンツ。バイ。雨降ってるからな、なんせあんまり遠出したく。わ、濡れちゃうで。さっきのとこ行く？てか、ちょっとイタリアン探そう。あっち行ってみよう。雨が、雨で濡れちゃうぜ、ベイベー。やめて。雨で濡れちゃうぜ、ベイベー。2軒目に行きたいと思います。全中杯100円やって。すごい。めっちゃ安いやん。どうする？あ、でもな。
あ、でも100円やって、ここ入る？なあ、食べられへん。ちょっと串系とかそういうちまちま系行こう。そうやな、ね、え、なにこれ、生とかいけるの？食べてみよう。生も食べる機会なんかもうないもんな。うん、でも肝やからどうやろ、無理かな。あ、なんかここ韓国料理屋さんやねんな。そうやな、ね、韓国料理屋さんですか？あ、すいません、申し訳ないです。いやいや、大丈夫です。すいません、また呼びます。はい、え、何これ、こんにゃく、お通し、お通しこんにゃくやって、やかましいわ。めっちゃこれツルツルやん。ほんと、いいね。え、初めて飲まんねんけど、このマスカ。あ、そう、優しい、そっから優しいやん。なんか入れ方知らない。うわ、めっちゃ危ないやつやん。危ない入れ方これ。いや、危ない、うん、いいよ、ごめんなさい、はい、いいです。うん、全然いい、ちょうどいい。どういう意味？なんか、いや、ごめんなさい、出すとか言って。出すやん、出す。じゃあ乾杯しよう。次、出すやん、もう投げてるやん。乾杯。初めて飲む。甘い。薄い。薄いってなんやねん。あ、うん、きつ。めっちゃきつない？来るよな。うん、初めて飲んだ。なるほどね。ソーダとかもらうじゃん、あの炭酸みたいな。その方がいいよな、絶対死ぬやんな、これ。死ぬな。持って帰るこれ。ちょくりましごや。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。いや、割った方がいいわ、これはちょっとやばい。アイギラ、練り歩かなあかんのにさ、これでちょっと潰れるのは嫌。これで出てくると思えへんかな。アルコール度数何ぼかしてる？え、見た？先リードとテラッと喋られる。もう酔っ払ってる。じゃあソーダちょっともらおう。ね、うん、食べ。食べ。みかんにゃくたーみよ、ちゃん。こんにゃく食べよ。いいね。こんにゃく食べます。うまい。こんにゃく。いや、ピント合えへんのかい。ピント合いますって。うん、うまいか。すいません。そうだ。何かジンジャーエールとか。すいません、あの、ソーダとか、あの、炭酸水とか、あの、2人分4サートやったらいけるって。やっぱりクレーマーがおる。前にクレーマーがいます。ありがとうございます。グラスももらえます。グラスって言えば、水割りグラスみたいな。全然、はい、すいません、氷も2つ。グラス2つと、別で氷と。氷もお腹入れてもらっていいですか？はい。店員さんめっちゃ優しいですか？やめてよ、それクレーム。さあ、こうやってさ、なんか、こうやってデコピンしてさ、してる？なんか、ゲームであんねん。これデコピンして、切れたら、なんか、両サイドが飲むみたいな。かぼちゃ食べれる？食べられへんの？こんなんでいいですか？すいません、ありがとうございます。はい、どうぞ。めっちゃ優しい。こんなんくれました。これに食べれる？ここに入れて、ソーダで割ります。うちらは。うちらは、それがいいよな、絶対。うん。だって、どんな量でも。どれぐらいじゃん。オッケー。お、ソーダだけに、そうだろ。ソーダだけに、そうだろ。これを、ほい、こんなもんでしょう。炭酸抜けんで、あ、炭酸抜いてんのか。炭酸抜いてんのか。炭酸水いるんだけど。炭酸水はいるで。これはいいかも、とっても。幸せやん、こんなもはや薄い。ジンジャーエールの方が良かったな、ごめん。ジンジャーエールとか言ってたの。前にちょっとカロリー気にして。あー、ずっとしてる。それなのに痩せられ。
いやでもなんか頼もうか、ちょっと失礼やな。え、なんか言ってたよさっき、生食べれるの。いや、さっきの会話忘れた。怖いんですけど。どこにあったの。あ、軟骨の唐揚げ食べようよ。どうですか。え、ここ上に。どこでもいいね。なんか見つけてくれていいやったらじゃあそれで行きましょう。キムチも卵美味しいやろな。キムチも卵でいい、うん、すいません、キモ刺し、キモ刺しあります、はい、キモ刺しと、はい、あと、軟骨の唐揚げと、はい、何だっけ、なんか言ってたよな、さっき鶏キモの作り軟骨唐揚げ、はい、と、何やったかな、何言ってた今、まとめちゃった、ありがとうございます、すいません、すいません、とりあえず一回そろそろ詰まって、すいません、それ以外に何か言った、あ、キムチ、ごめん、あ、キムチあと、キムチももらいます、白菜、白菜キムチで、はい、やだ、怖い、怖いんだかな、かぼちゃ全部愛媛に任せて、お願いします、かぼちゃ、うちのお友達はあの、かぼちゃ食べれないんですって、ちょっと何しにあるのか分かれへんの、うまっ、美味しいで甘くて、うん、確かに無理な人は無理かな、食べろって言われたら食べるけど、頑張って何でも食べれる、頑張りたくない、プライドに出てこない、頑張りたくないじゃないね、いやなんか人の血が出されたら食べるけど、わかる、食べてお金なくても嫌いなもの食べないことないかな、確かに要素行って出されてる食べ、あ、そうやな、確かに食べなあかんわな、あ、かぼちゃって言ってたのか、美味しそう、あ、野菜ワードで行ってます、魚卵が一番好き、あ、無理なの、卵、魚のいくらとか数の子とかやろ、臭いんか、あー、生臭いんが無理か、あ、無理ないな、じゃあ、その、よくタラコスパゲティみたいなの、うん、あ、無理ないや、あ、そうなんや、臭いんや、臭いんや、臭いんや、ありがとう、すいません、キムチでーす、口の中散らかるしな、あれ散らかる、あ、でもそうか、でも確かに癖悪いの、ふさふさぐらい散らかる、わかる、口の中でも、あー、な、つぶつぶがあかんのか、食感があかんのか、飲み込んでも飲み込んでもなくなるな、あいつ、あーぶちぶちペースな、次の朝も残ってるな、数残ってあれ、数の昨日のあるある、あ、これ熟成してる、酸っぱい、韓国の気持ちって感じ、無理やろ、でも大丈夫、なんでそれはいけんねん、ちょっと発酵してんな、もうこれがいいんやろな、ちょっと余裕かも、でもロックは無理やな、酔いそう、酔いそうか、なんか頭痛なりそう、ストレートやもんね、うん、こんなやつ取らんやろな、炭酸水ももらってきて、すいません、炭酸水やりますか、でもワイン飲めるあれは残しといてな、飛ばさずに、そんときはいけるかな、もうお前の一緒に飲んだぶりちゃうかな、もうそれ飛ばしてしまったら多分相手が終わる、ゆっくり飲む、大人の飲み方しよう、大人の飲み方、今日まだ2軒目やから、あと3、今何時、50枚、めっちゃ早いやん、やばない、包丁してたら充電って言う、分かるやろ、一番安いって言って入ってる、違うもんね、そうやで、鶏肝をつけて出します、え、なんでこれでいいね、美味しい、いける、一回食べてみーさ、ブニブニのやつこれ、うん、無理かな、いや、コリコリしてるタイプのやつ、それコリコリして、匂ったらあかんってそんな血まみれのやつ匂って中華やねこれな、そう、いける、うん、無理、いける、生でいける、おー、生でか、キモ、キモ刺しか、グニグニすぎる、うん、すげー、
もっとなんかグルングルンのやつあるやん。ある。新鮮かも。うん、あかんやつじゃない？それ大丈夫？あかんやつじゃない？食べれる？何個とか？そういう。キャンプの唐揚げめっちゃうまい。おいしい。最高やな。そのままでいいよな。ほんまに。なのに、ごめんなさい。つまみいたしました。熱すぎてない。そうや、猫自体かな。やばい、これでもあと30分でもう閉店ちゃうもん。閉店ではない。え、閉店ですか？あと30分で。ありがとうございます。店何時までですか？11時ぐらい。あれ、そうなの？やばい、じゃあ5時までがなんか安いみたいな。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。じゃあ今これが安くなってるってことですか。はい。頼んでるやつ違うんじゃん。チューハイとハイボール。うちやって全然違うの頼んでるよね。どこですか。チューハイとハイボールが5時まで100円。そうなんや。今何時。あと1本。あと1本、じゃあ言う。チューハイ、チューハイ言う。チューハイは9時ぐらいまで100円続くんで、チューハイだけ。あ、そうなんや。ほんならどうしよう。ハイボールは5時までしかない。そうなんや。ハイボール1個と、今いける？ギリ。あ、いいですよ。いける。あ、ハイボール1個と、ハイボール1個、はい、すいません。あ、よかった、ギリギリつ。何しに入ったか分かる。あ、びっくりした。なんかもうちょっとびっくりしちゃったよ。そうなんだ。怖っ。めっちゃ焦る。そうやったら、でも飛んでしまうよ。うん。正直、外歩いて汗かいたらいける。いける。汗かいたらいける。ちょっと運動がてらに歩いて、まあ別にあの天満から出てもいいしな。あ、本当？やばい、やっぱ天満有名なんやな。視野的にも。待って、めっちゃこ弱そうだ。弱すぎやん。しかも現役これでクソだ、これで。あ、楽しいですね。友達との飲みは楽しいですね。ちょっと今から肩アーチします。次行きます。3軒目変わらん。ま、変わってるで。なんか肉屋さん来へんかった？肉屋さんはいっぱいあったけど。あったな。知らんけど。道に迷ってます。どこ行く？肉屋、え、イタリアンに行きたいんですけど、私たちは。だけど、今道に迷ってます。あんのかな。分かれへん、分かれへん。やば、充電がねえ。絶対通ってないの、こんなとこ。通ってないな。あ、こうやっておでんとかあんで。ここはどう？和食か。イタリアンとけて一緒。一緒っすね。めっちゃイタリアン探してるけど、めっちゃイタリアンじゃないとこ来てしまった。ちょっと待って。挟まる。はい。ここにしまーす。立ち飲みっていうのがいいな。初めて。うん。そばぐらいしか。立ちそば？へぇー、そうなんや。南アフリカへでーす。へぇ、なんかかっこいい。飲んでみ、飲んでみて。知らんのに。うん、知らんのに。はい。飲みやすい。あ、ほんと。飲みやすいよ。うん、どうございます。アメリカ。ほんと。へぇ、アメリカのワインやって。ありがとうございます。白ワインって言ってもいいよ。やばい、すごいな。めっちゃブドウの香りそうな。知らん、ブドウか知らんけど。え、ってなれへんな。なれへんな。次に合わせる。美味しい。あ、赤ワインに
飲めるぐらいの味せんの。そばの味はする。顔に当たった。ほんと。秋は顔に早いから。すごい出るイメージしてんやね。でも、ブドウの皮をガシガシしたらこんな味せんやね。ブドウの皮をガシガシしてへんから分かれ。美味しい。ワイン美味しいな。聞いてなかった。おい、こっちはアメリカなの分かって。ごめんなさい。これは白。南アフリカ。覚えとけよ。南アフリカ。覚えられへん。でも、ちゃうよな、やっぱりな。ゆっくり飲む。ちょっと多分それだけ飲んだらあかんな。ちょっとなんか頼む。あ、すいません、生ハムください。チーズも欲しいけどな。ほんま、なんか G を向きがなさすぎてエグいんだけどな。あ、向きないよな。説明書読まれへんもん。味見たら嫌なもん。名前書いてるだけで嫌やもん。なんでやクレールって苦いイメージやねんけど、苦ない。いやどうなんやろう。イチジクバターとかもあるすごいな、いろいろ見れんな。うん、これはどんな感じ。普通は最後にこういうな、結構濃いめのワイン飲みに行くみたいな、バー行きましょうみたいなのになるけど、アイキラ途中で挟んでるから。どういうことやん。一旦で挟んでしまう。一旦挟んで同じ何やかんやん、6時や。6時です。6時早いわ。はい、もう一緒やん。一緒やん。美味しい。他の思われへんから。あー、でもなんやろ、赤ってな、あの、いた肉とかは合うけどさ、基本はでも白の方が、あの、つまみなかったら白の方が美味しいかもしれない。皮ガジガジしてるけど、ブドウ感あるもんな。食べたすぎて一生最後名残惜しくて顔を噛んでたらこんなんですよ。ないもん、そんな。なんかちょっと独特すぎるわ、表現が。ないってさ。聞いたことない。好き、うん、フルーツで一番。ブドウが、あ、そう。夏行ったかった。ブドウ、ほんまにと巨峰大好き。そうな、意外。うん、ずっと食べてる。そう、確かに。果物食べへんイメージ。え、何やったら小学校の時から盗み食いしてるよ。ほんと？知らん。そうな。工房人。そうですね、サバイバル。あ、ありがとうございます。お姉さん、仕事終わりですか？そうずっとこんな小雨、ずっと雨降ってましたよ。会社出たら、うわ。あ、そうですか。ちょっともう寝るのためらって、まあ、そうかなと思ったけど。もうね、そうですよね。今日雨ですもんね、ずっとね。はいはいはい。なんか一瞬やんだり、ややこしいですよね。そうなんですよ。それがね、尊敬には大好き。ん？何を言ってるのか分かりません。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。じゃん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 。なあ、ビール復活した。復活しました。ワンリキワンリキが入れてますよね、絶対。
ないで、まあ、毒性はないんやな。何なんか水にかけたら緑って怖ない？怖い化学反応起こしてるってことやろ怖い。生ハムってほんま美味しいよな。きつっ。どこの管に入って。あんまり生ハム美味しくない。スーパーの生ハムではないよ。生ハム食べたすぎてやるときある。うんと。コロナで飲みに行けなさすぎ、一回そのピーク来て、ね、一回また冷めるんですよだけど今多分ワイン行って多分またベロベロになりますよ冷めるのがすごいだんだん冷めなくなってきたよ。まずかまだお若いのにもうですか、思いますか。いやだはしご自体があんませんもんないけどな、うん、そのいつも地元で東大阪なんですけど地元で飲んでみたいなで、夜中まで飲んでるみたいなだからもう、ね、もう昼から今日は天までチャレンジしようってでもやっぱり何か食べながら食べる。私は結構食べてますね。どう食べてる？食べる食べる食べな飲まれへん。そう、飲んでるだけやったら、うん、あの酔っちゃいますね。飲むだけですか？結構あんま食べはれへんのですか？そうだったんだけど、あ、めっちゃいいですね。日本酒おいしい。食べないと酔うでしょう、後から来るでしょう。でもよく食べてもそんなにその、ね、太ってられないんじゃないですか。日頃はあんま食べられなくてお酒飲むときに食べられるって感じですか？まあ、結構普通に。あ、そうですか。普通に食べたらなんで太ってくるのうちらの方いい飲み方やな。何でもせた今日本酒ってすごい。日本酒は酔うよな。でも美味しいけどなんか甘口とかやったら結構酔いません？なんかそうグッグビグビいっちゃうから。でも甘口好きなんですけど私も。でもね、白ワインと日本酒なんか通じる。あ、似てますよね。わかる、グイグイいってまうもん。なのでいいよ、今日ゆっくり飲んでますんで。間違う、違う、ペースも違う、いけんねとか言っても行けるかどうかが判断がつかへんのってきて、自分のペースでゆっくりじゃあ、そうゆっくり飲む。あ、ペース分かってる大人やから迷子になってる今本当。ワインは結構来るもんな。ワインも日本酒に似てません？なんかワインも後から来ちゃいません？なんかね、飲んでちょっとしてから よくなったら、うん、うわみたいな。なんか相性が合うみたいな。やっぱそうなんですね。洋酒ばっかり飲んでたから、洋酒の方が度数高いんだけど、うん、飲んでも大丈夫。度数の高いの飲んだら死ぬわとか。あ、本当ですか？へえ、それは分かる気がするわ。でもあ、本当？そうなんや。ウイスキーの蜂蜜みたいな、うんうんうん、アホみたいに飲んでた。あかんかった？いや全然飲めて。飲めたんよ。あ、ブランデーか。高い高いです。チビチビ飲むものでしょ。そうですね、うんうんうん。だけど日本酒の人って私びっくりしてね。行くでしょとかあれおちょこじゃなくてもうジョッキにしたいあっという間に飲み干すみたいな。そうビールじゃない。そう4リットルはやばい。もう一杯だけ行く？なら、どうする？うん、もう一杯行って行こうか。すいません、白ワインと、はい、あ、どうしようだけも白ワインにしようか。白ワイン2つください。はい、今と違うの？違うのにしようか。な、違うなんで私は何でも大丈夫です。はい、ありがとうございます。どっちがいいかちょっとわかんないですありがとうございます。ニュージーランドのニュージーランドでランドとか柑橘系、柑橘系、はい、こちら
フランスのシャルドネで、うん、フランス樽の熟成あ、樽の香りこっちの方がいいんちゃうフルーティー的な方がいいんちゃうかなで、一回まあ試してみて飲んでみてくださいかわいいよ、じゃあ白ワインなんかめっちゃ久々飲み比べしてみてください好きな方飲んで、なんかどっちでも飲めるからどう樽フルーツかなやろ、オッケーオッケー、ほなこっち行って二人とも飲み比べしてみようでもフルーツからいってみようかなこっちと比べると美味しい。美味しい。なんか独特やな。飲みやすすぎる。独特、めっちゃ独特。これがなんか樽。もう雑すぎて樽、樽って。はい、こっちやわ。やっぱりそうやな。うん、そうや。うん、美味しいね。もう両方美味しいねんけど。好み的に赤ワイン好きなやつ、うん、そうやんすっきり感あるもんなこっちはそうやなでもどっちも美味しいけどな美味しいな難しいなその説明が難しいな、うん、うまいな全然ちゃうな味の家で調味で買ったワインって美味しくないよなあかん味しめてしまったどっち選びました私タルで、うん、彼女は、うん、あの柑橘系、ね通えんな一緒に飲んでもらえる人が少ないからね飲もう飲もうなるほどなるほどまあまあ気軽に今日たまたまそう今同級生なんですけど小学校の時からのもう何年ぶり4、3年ぶりぐらいに会って喋ってなくても怖いらしいですね無言の圧力で圧力をかけるらしい明日遊びに行くよどうぞどうぞ行ってくださいみたいなちょっと前まで考えられなかったし、うんうん、私の時代なんかも聞いてて YouTube に上げてますこちらのお店も上げてもいいですか、うんうん、よかったよかったすごい世界で天皇陛下の話したことないやろそもそも世代別で会話したことない人見知りやからよかったよかったでもいいよなこういうのがいいねこういうのそうやっぱ先輩方にね話聞いてじゃあ次3軒目もうからなってきて4軒目4軒目行きたいと思いますマダムに心配されましたうちらマダムに心配されました次どこ行くでなんか天皇なんか最終的にさなんか天皇陛下の話してた今日は天皇の話なんかよく分からんけどほっこりしたわ次どこ行くワイン飲んだからもう次にあの日本料理でも行けるよ結構今3軒目行ったんで次4軒目に行きたいと思います君やって幸せやな幸せやっぱ天も楽しいな初めましてやわどういうの初めは初めましてやろちょっと落ち着いていこううちら大人やし駅戻ってますって帰ってきてもわーお駅戻ってますけど私らちょっともう日本アイクは日本酒飲みたい酔っ払ってますな楽しいな飲み歩きそうあそこのバーは良かったなでもその店員さんもすごいなんか上品な方やったからあ、ごめんありがとう見てえ見てすごいもう傘さしてくれた大丈夫かなどこここわかんない一応天満の駅だけ取っとくわ天満の駅でもこの人、うん、ちょっと待って投げたやん今傘傘はしょうない紐ほどけていいんだ雨降って傘投げたはい、はい、おめでとうございますおめでとうございますはい次どこ行くかやな肉の天満屋とかでありがとうや何軒目これ4軒目5軒目5軒目数えてない5軒目です日本酒にしましたここの位置が違うんです8割赤はいクイちゃん赤ワインやったわ
ジョッキ飲みそうになったらこっち。こっちです、うちは。イエイ、日本酒。小さくもらう。ベルカットにしたらね、はいはい、でもなんかバックから全部ベルカットも全然甘口じゃない、めっちゃ辛口。ベルカットを出したバックマンの大阪は辛い、甘口がそれってことだよ、そうなんですよ、実際恐ろしい。でもいい時だよ、だからちょっと重いわ。あ、でも甘口なんかな。そうなんですよ。しゅうちゃんのケースが、あのバストンコールとかもいいかもな。楽しそう、色取り、なんか、いたずらよ。なんか店員さんが一番楽しそうやでしょ。なるほど。だから、美味しい。日本酒はやっぱ美味しいな。ワイン行ってから日本酒。ベルが一回飲んでみる。で、それを舐めて、舐めるだけ。ちょっと短くなるし。焼酎は、焼酎と日本酒はちょっとちゃうからさ。ホルンでしょ。この時やったんでもワイン行けんねやったら日本酒行けると思うけどね。じゃあ、ちょっと薄って感じ。嫌でしょ、その、預けてください。これちょっと辛い。基本的にグビグビ飲むからあかんねん。そう。ちょっと辛いから、そう。まあそこ含んないもん、ちょっと概念が分からへんけど。もう汗もかくもんな。いいことじゃん、でも。代謝がいい。汗ぐらいな。ほんと。恥ずかしくはないね。汗もなんか気にしませんよね、みんな。お疲れ様。どうぞ食べてください。一味じゃないわ。ヒレ、え、箸で食べるん？上品。何を食べるん？いいよ、汚れちゃうじゃん。さあ、いいよ、箸で汚れちゃう。めっちゃ音鳴るやん。しんど。あー、しんど。つながってる。もういいだけでこの店終わるやん。いけどう？いいヒレは最高。最高。よかった。いいヒレは最高らしい。早くは手で食べちゃう。口には絶対入れるよな。で、一味かもしれない。いただきます。私一応どこ？おいしい。ヒレおいしいな。これ置いといてくれたら2、3杯いけるよな。いいよ、そう、それくらいのかな。一味を食べるけど、ここまでは何やかわかんねえか。うん、料理によっては美味しいのわかんねえ。明太子とたらこだけは美味しいと思ってることない。へぇ、なんじゃろんな。海の匂いがしたらわかん。気持ち悪くなるんか。釣りはすんのにな。ポン酢とそれはもう一緒に。ヤオってすごいね。ヤオって結構すごい。嫌いみたいです。いただきます。バサミ違うよ。バサミ大丈夫？めっちゃうまい。うまいよ。ここに来てんのバサミ欲しいよ。マグロあかんやん。これマグロやん。ドンマグロやん。マグロちゃん。鍋島。このマグロが美味しい。マキューション。マグロ本格。でも食べれるってめっちゃ幸せやと思うね。あ、唐辛子？でも終わんない。辛いもん。おもろいな。トロがわかんねん。なんかマグロがわかんねん。でもこれが魚臭かったら全部全然わかんない。魚の唐揚げは最高。あ、美味しいよな。もやってないやん。お兄さんにもらう。マヨネーズ。お兄さん、マヨネーズもらっていいですか？マヨネーズ。マヨネーズ太陽でよ。いいよ、お兄さん。この店ほんまに。西野さん。経験が来た。でもそうやと思う。これぐらい？これぐらいですか？醤油は？
醤油入れた方が美味しいです。いや、マヨネーズと一味だけ。ちゃうねん。マヨネーズがハマーを恐れにさ同盟を組んでたんだけど醤油と美味しかったやろ、マヨネーズと。はい、スルメのシンプルなんだけど、まあ、やめようと思った。はい、やった、食べて。いいよ。食べる。はい、ちょっとぼやけたやつを直した。あー、ジェイサーやん。でも、まあ、塩なんや。うるせえ。うるせえよ、みんな。助けてください。ルール2がやるのに、しかもな。そうやねんけど、めっちゃ事件起きてない、口の中で。あー、かまでも、やらくない信用できないけど、ブルーベリー信者買ったカマンベール美味しい。カマンベールも美味しいけど、さあ、おばあ食べていい。え、事件起きてない、口の中で。うん、全然起きないよ。ほんまかな。信用せえへん、全然信用せえへん。あったやろ。前いなんて言うやろ。ギリ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 かい。これギリギリ。塩うまいな、これ。おいしいな。ブルーベリーブルーベリーがいるんだけど、塩うまいな。どないやねん。塩もいけんな、ちゃうねん。からのあえて先生に上から何がいいかって言ったら塩うまいな。塩がうまいな。カマンベールだね。チーズフォンデュするやん、バーベキューになったら。知らんけど、やるやん。いや、なんでなんじゃないけど、知らん。バーベキューって言ったら知らん。カマンベールみたいな。シオン。すいません。お疲れ様でした。本当？本当って言われたけど。本当か。ああ、でも癖かもしれん。本当っていうの癖かもしれん。マって言ったよ。よく言われる。本当って言ってしまうから、みんなに。え、キモって言われる。違和感ある。大阪人は本当って言ったら違和感を感じるみたいです。怖い感動。じゃあ最後に友達のお店に行きます。メシロック？メシロックぐらいの大きさやんの。ちっちゃい。今日はまた生ビールに戻ります。やっほー。一生食べれるよ。美味しいねやって初めて知った気がする。そう、よかった。あれが食べるけど、うん、よかったよかった。ポテトぐらい。枝豆も美味しいよな。本当って言ったら怒られるわ。ほんま。普通にリクエストだけど、そう、タリアカ、うん、そうだ、多分ね、うん、なんか多分名前はあるけど、何なんだか覚えてない。生ハムと、あ、生ハム多分だ。めっちゃ入れてんねんけど、最高やん。最高にうまい。だから、こう、寿司の、うん、思ったの、あっちのやな、田舎やん。テンション上がるな。キュウリと生ハムめっちゃ好きやね。美味しいよな。あ、今生ハムにハマりすぎてさ、
絶対美味しいやん、こんなあ、マジうまい。オリーブオイルかかってる時点で美味しい。オリーブオイルな、でもさっきの食べたの全然ちゃうの。うまい、うまかった。でも私もう味しめてしまった。普通に売ってる生ハムではないの。うん、あ、この生ハム絶対ちゃうな。ちゃうな、ちょっと切ってるよな。うまかったな。いいやつや、絶対。目のいい店員さんやった。わかる。あんまりグイグイ来へん感じやな。喋りかけたら反応してくれるみたいな。合わせてくれそうな。わかる。めっちゃわかるわ。めっちゃいい人やったわ。一個どころか2、3個ぐらい聞いてそうな。うまい、それがいいよな。うん、ここにも生ハムするな。ほんまに生ハム専門店。うん、スペインバルみたいな。へー、そうなの。でもなんかそういう生ハムのさ、美味しいとこ行きたいよな。こうやって切ってるところのところ、こんな塊ある。うん、そうそうそう。本格的なやつ。そういう店行きたいよな。生ハムの店。今となっちゃう。楽しく終わったイメージがない。スッと終わる感じよな。うん、嬉しい。知らんけど。うん。甘っ。やば。ほな、家でこんな畑みたいなのできんで。できんよな。あそこも中まで火通ってない。低温調理やからね、火通ってんねん。火通ってるけど、周りは通ってるけどさ、中まで通ってないじゃない。通ってる。通ってるの通ってるの通ってるの。叩きじゃないで。ほんと。うん、本当じゃないけど。本当じゃないけど。ほんまやけど。めっちゃ怖い。叩きます。叩きは周り焼くやん。うん、ローストビーフはローストやから低温調理のだけ。うん、中まで入ってんの。うん、おレンジも勝手にグラムハンバーグ。レモンサワーは飲まれへんかったけどさ、最近よう飲むわ。でもレモンっていうだけでもはや爽やかからな。そう、ありそう。知らんかも。ちょっと適当に喋ってるわ。そうなんです、うちのセクトに喋るんですよ。雑すぎるもん、ね、お前と思うけど。ここ何軒目？5軒目？6？何軒目ですか？覚えてますか皆さん。え、うまっ。この入れ物が美味しい。甘おういちごサワーにしようかな。甘おううまそう。レモンサワーうまっ。レモンサワー最高。うまいよな。生ハムスーパーのこれ結局うまい。そうな。これ誰の。知らん。え、アイピー頼んだんじゃない。めっちゃライチやで。ほら頼んだアイピー。ライチ。うん、ライチかな。分からん。あれ頼んでないと思うけど。え、飲み物何頼んだ。まだ残ってんもん。うん、違うか。めっちゃライチやけど。すみません、さっき飲んでしまいました。そうなんや、自分でやる式やってくれたらいいのにな。なあ、身を乗り出してるやん。いいやん、身を乗り出してるやん。ゴリゴリやん。マイクは抹茶やけどね。頑張ってマイクは抹茶ですけど。冷たない。すごい、最高。最高やな。絶対うまいやん。の、うん、確定やな。はい、夜口杯にしました。うまっ。そう、甘い。薄い。シャクル出てるから。薄い。薄いんかい。もう一個いる。半分じゃ足りへん。もう半分くれと。言いましょうか。緑茶飲めんのいいよな。緑茶無理な。いや、うん、まあ頑張れば。飲まれんのかい。なんか、優雅に動く女の人ってほんまに美しいと思って。いやー、そうやな。優雅に。せわしない。ガチャガチャしてる。小学校の。その方がいいんじゃない。でも、え？え？じゃない。
イフね、一生小学生で動き。だってさ、大人になったらさ、大人にならなあかんわけじゃないやん。大人になったらやっぱり大人になりたいと思うのは子供の心や。子供の心やけど、大人になった時に子供になり戻りたいなって思うのも大人の心。子供に戻りたいかな、うん、だってさ、子供のさ、あのなんかカブトムシ見つけたとかさ、マテガイ見つけたっていうその衝撃ってさ、子供にしか味わわれへんもんね。大人になったらもっと楽しいや。大人はどう？そんな飛べるぜっていう大人さ、そんな大人、え、おるおるスカイダイビングにしたって、スキューバダイビングにしたって、大人にならな、できひんかったことができるようになった時のワクワク感って大人にしか無理じゃない。まあな、でもそうやな。でもそれってさ、子供心じゃない？大人の心ではなくない？え、そうな、知らん、なんかごめんなさい、知らん大人の心も違う、知りませんけど。めったいこっちです。ありがとうございます。やった。それが大人になってないと言われたなら、人は一生大人にはなれないということが、いや、どうなんでしょうね。いや、でもこのどっちが正しいとかないよ。まあそう、もしかしたらその確かに言ってるように、なんて言ってた。ごめんやけど、今もう明太子お茶漬けに夢中ですから、いただきます。大人になった頃からこそのワクワクは大人だけやで、子供の頃にはできひん。分からんで、それはそうやって思う人も、アギラみたいな感覚を持ってる人もいるけど、そうじゃない人の方が多いんちゃう。マジで知らんけどな、知らんけどな。子供の心忘れたくないよな、ずっと正直プールで遊べるぐらい水風船あったら一生喜べるぐらい、ほんまにそれは言えてる。うまっ。もう時間見てビビったもんな。何時今？10時半これ鍵やねんけど。何時言ってて鍵。いつそんな時間経ったん？いつから？ここいつ来たん？分からん、覚えてない。怖っ。もうこの動画が全部撮ってんじゃん。一回座った終わり。でもよかったよね、地元に来てな。かっこいい。あいきら、あとは立ち飲みでよかったん、この知らん、うん、でもあのワイン美味しかったわ。美味しかったよな、ワイン。白ワインめっちゃ美味しかった。ワイン美味かったわ。外国の人が多いって。そうなんや。うん、やば。コーチも監督もいい人やったからな。そうやろな。あ、うまい、うまいやつだけに感じ。だから自分らがうまくいくように回したいねんけど、そうやな、1から4クォーターまで回さなくて、1と2で全員出て、3、4は試合勝ちに行くメンバーやん、うん、結局でも4クォーターで喧嘩するから意味ないねんけど。そうやねん。いやあったなぁ、めっちゃあったわそれ。覚えてろ。結局3、4も2人とも出るからずっと喧嘩してる。そうやで。喧嘩するし、ずっとしんどい。練習の時が やばかったよな、アイケラ。絶対、言うたら対抗、言うたら敵になるわけやん、アイケラさ。でもな、ポジション的には敵じゃないやん。ガードやろ、フォワードやろ。でも、めっちゃ対抗、めっちゃ敵同士ならへんかった。我に起こすやろ。そう。だけには絶対負けへんみたいな。今絶対アイケラだけには負けへんみたいな。それがおもろかったわ。もうずっとけ、なんか契約なムードやと思うな、二人。何してんの、ここに。みんなバチ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 。そう。絶対もうポッパス回せへんもんな、二人で。絶対こう蹴りつけてやるみたいな。そこ仲良くできてたらもうちょっと違ったかもしれないけど。そうやな。でも喧嘩はなかったよな。そういうなんかその時の。喧嘩してないね。冷静やねん。そう、その時の。空気感だけやねん。だからでもその時はさ、言うたら試合、あ、練習の時はさ、めっちゃライバル心やったけどさ、試合になった時めっちゃ安心感なかった。
酔っ払ったらいけるよ。ごちそうさまでした。5軒目5軒目です。5軒目だ。 8時間とかもしゃあないな。8時間ずっと飲み続けました、友達と。はい、今日も楽しかった。バイバーイ。えぐいな。バイバーイ。